大島選手らが訪れたのは中村区にある日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院です。訪問は新型コロナの影響により4年ぶりとなります。入院中の子どもと記念撮影をしたりプレゼントを渡したりして親睦を深めました。またトークショーでは野球少年の母親から子どもの体を大きくするためのアドバイスを求められ、とりあえずお米食べればいいんじゃないですかね、はい、僕たちはそんなに多く食べれないですけど、もうよく寝てました、はい、なんで多分大きくなったのかなと思います。自らの経験も交えたアドバイスを送るなどしてファンと楽しいひとときを過ごしていました。